好かれたい人に好かれるテクニック。 Hey guys、 マリサ七瀬、皆さんこんにちは。知識レビューしている勉強マニアの七瀬です。みんなに好かれたいとは思いませんが、好かれたい人に好かれたいとか、第一印象を良くしたい、営業でクライアントに好印象を与えたい、そういう時ありますよね。まあ、20歳の時から10年近く営業や心理学などを勉強してきて、実際に営業に行って実践をしてきました。入社3ヶ月で歴代の売上1位だったり、会社で好き嫌いが激しいおつぼねさんタイプの人にも余裕で気に入られます。それはそういうテクニックを勉強してきたからだと思っています。もちろん合コンやグループデートなどで狙った人にもほぼ 100% に近い確率で気に入られることができた、とっておきの今日は手法をお伝えしていきます。まあ、めんどくさいのでプライベートでは本気で落としたい人がいるときにしか使っていないものです。逆に気に入られたくない人にはこれらのことをしないように気をつけてるっていうぐらいです。そんな禁断のテクニック、これは相手も無意識にあなたのことを好きになる可能性があるので、使うときは本当に気をつけてください。自分が見返りを返せないのに好かれても困るだけなので気をつけてください。また老若男女、年齢性別問わず、同性でも異性でも使えます。1日100人以上と電話で話をしてきて、電話営業の獲得件数も歴代1位が取り続けていたので、正直会っていない人にも使えるテクニックがいくつか入っています。そんな多くの本で学んで研究に基づいて、さらに私も実践して使えたものを今日は7つご紹介していきます。今日の参考本やおすすめ本は動画の最後にお伝えしますのでお楽しみに。では早速第7位からいきましょう。7位は自立性を出すということです。まあ、人間、自分が選択できるということに快感を覚えたり責任感が伴います。一貫性の法則じゃないですが、自分に対して一貫していないと嫌なんですね。なので選択権は必ず相手に戻してください。例えば気に入られたい人とデートに行く場合、ご飯は何食べると大抵聞いてくること多いですよね。まあ、仲が深まっていたら〇〇食べたいって普通に言えばいいんですが、気に入られたい場合は選択権を相手に与えます。とはいえこっちが決めないと面倒くさいので、二択にして返すのが正解です。和食か洋食がいいけどどっちがいいとかですね。大事なのはこっちで自分が決めてないということです。また例えばよくある話で、自分の親に老人ホームなどを勧めたい場合、こっちが勝手に選んでここ見学に行ってみようとかって言うと、私はまだそんな年齢じゃないとか、そういうところに入れようとして邪魔者扱いかと、そういう風に捉えられてしまう場合がありますよね。もちろん家にいてもいいんだけど、ここ楽しそうだよとか、もし入りたかったら私も手伝うから声かけてねとか、決めるのは相手にさせてあげましょう。これは営業の時もそうでした。もうこれだけいいサービスで今ならこんなにお得ですと。でももちろん決めるのはお客さん自身です。やってもやらなくてもいいですよ。その一言があると相手も安心して、自分が本当にいいと思ったらやればいいんだというふうに警戒心を解いてくれます。まあ、人間関係で初対面の場合、相手が敵か味方か警戒している場合が多いです。そこで私はあなたの敵ではないですよと、あなたの選択を奪おうとしているわけではないですよと、しっかり伝えておくことで相手は心を開いて勝手に信頼してくれるケースが多いです。決定権は相手に与えてください。一度好かれれば自分が決定権をどれだけでも得られますので、最初のうちは相手に譲りましょう。続いて第6位が、顔の左半分を生かすということです。面白い実験があって、ペンシルバニア大学のハロルド・サッケイムという人の実験ですが、86人の大学生に写真を見せたんですね。右半分だけと左半分だけを合成した顔写真です。いろいろな感情を合成して7点満点中感情の強さを評価してもらいました。するとどの感情も左だけで作った顔の方が高かったそうです。つまり感情は左側に現れやすいということですね。なので使えるテクニックとしては2つ、相手の左半分の顔、表情を見るということ。よく片方だけこう釣り上がってね笑うタイプの人を見かけますが、まあ、私もたまにそうなんですけど、左側がこういう風に釣り上がっていたら本当に笑ってる、ついつい笑顔になっちゃった、しかし右側がこうやって上がってるっていう時は苦笑いとか作り笑いの可能性があります。私も自分だけ片方でこうやってやってみたんですけど、確かに左側の方が気分が乗っかる感じがしました。もう一つ、自分の左側を積極的に見せることで好かれやすくなるということです。まあ、表情が豊かな子の方が可愛いですよね。人間味があって好かれやすくなります。で、実はこれ写真家や画家は知っている人も多くて、左側の方が魅力的に見えるように撮ったりとか描いたりするそうです。気に入られたい場合は左側がよく見えるようにしてみるのもいいと思います。私も位置交換した方がいいですかね。そして続いて第5位が、予言の自己成就を使ったやり方です。これはカナダにある
るウォータールー大学、ダヌ・スティンソンが5名1組にさせて行った実験です。月に一度マーケティングの調査として架空の商品について話し合ってもらいます。その時に自分がメンバーにどれぐらい受け入れてもらえますかって尋ねるんですよ。そこで私は受け入れてもらえますって答えた人は温かい振る舞いをして実際受け入れてもらいやすかったそうです。しかし私なんてどうせ受け入れてもらえないっていうような人は素っ気ない態度を取りやすく、みんなからも拒否されやすかったそうです。そうなんです。つまり予言した通りになったということですね。新しい仕事場、学校のクラス替え、クライアント、相手のご両親への結婚の挨拶など様々なシーンで使えます。確かに8年以上できる営業マンを間近に見てきたんですが、みんな自信があって私は気に入られるっていうふうに思っている人が多かったです。私もすごい面白い体験をしました。電話営業の時、私はなぜかイタリアンとかフレンチ系のレストランの人とは相性が良いと思ってたんですね。そうするとそういう業種へかければ面白いように取れました。他の人たちも取れていたわけではないので、自分に合う職種、自分に合う業種だったのかもしれません。そういうレストランのオーナーは優しいし、私のこと気に入ってくれると思って電話をしていたからだったのかもしれません。またちょっと見た目年上のおつぼねさんタイプのおばさんって大体どこの会社でもいますよね。そういう方って苦手な人が多くて、同年代の人たちからは結構煙たがられていました。でも私の場合、昔の仕事場でおばちゃんたちばっかりの輪の中でやっていて、結構着なくなった服くれたりとか野菜くれたりとか可愛がってもらってたので、そういうタイプのおばさんに会っても普通に話しかけていきました。敬語ももちろん使うんですけど、同年代の友達と接するように恋愛とかファッション、コスメの話をしたり、持ち物を褒めたりとかしていくうちに仲良くなってったっていう人もいます。こういう人は苦手っていう先入観って本当にその通りになるので、ぜひ皆さんも好かれたければ、私は好かれるタイプだと思って挑んでください。そして続いて4位はやっぱり笑顔です。ただ笑えばいいというだけでもないんですが、ニコニコしている印象の強さってかなり強いんですよね。これはカリフォルニア大学のピオトル・ウィンキールマンとミシガン大学のケント・シー・ベリッチの研究で 0.5 秒以下で顔写真を見せられるっていう実験がありました。いろんな表情の顔写真なんですけど、それを喉が渇いた被験者に見せます。そこで笑顔の方はしかめ面の写真よりも多い量を飲んでいたと言われてるんですよね。それだけではなく、喉が渇いた被験者は笑顔の画像を見た場合、その飲み物に対し怒った顔を見た場合の2倍の金額を払うという結果になりました。気前が良くなるというのか、オファーへ弱くなるというのか、笑顔を見るだけでそんだけ変わるってすごいですよね。実際電話営業の時もエゴエっていう、笑顔の顔の代わりに声っていう漢字を書くんですけど、エゴエで話すようにと言われたこともよくあります。それだけで印象変わります。例えば普通に話すとこういう感じなんですけど、エゴエで話すとこんな感じになりますよね。そんな風にニコニコしているだけで敵意がなく見えたり無邪気に見えます。赤ちゃんがにっこり笑うのを見ると微笑み返したりとかね、よく見かけますよね。私も海外に行った時、英語が分からず輪の中に入れなくてもとりあえずニコニコしておきました。そのおかげか周りも気遣ってくれることが多かったです。仏頂面で何も喋らないよりかは、多分ニコニコしているタイプの方が話しかけやすいですよね。怒られてる時にニヤニヤしてたりとか、そういう場でないのにニコニコしているのは逆効果になる場合もあるので、これは気をつけてください。そして続いて第3位はペーシングです。これは相手のペースに合わせるということで、めちゃくちゃ効果的です。結構できる営業マンは普通にやってることなんですが、例えば相手がおばあちゃんだったらゆっくり大きい声で喋って、若者だったら相手のトーンに合わせて喋ってるっていう感じです。話す速度、トーン、大きさ、相手に合わせていきます。これをすると無意識に自分と近い存在として認識して好まれることが多いんですね。実際ハーバード大学のピエール・カルロ・バルデソロの研究で、実験者が桜とペアでヘッドホンをつけてもらいます。で、そこから聞こえてきたリズムに合わせてテーブルを叩くよっていう研究があるんですけど、2人に流れる曲は半分のグループでは同じ曲、半分のグループでは違う曲を流します。つまり同じ曲聴いてるグループだったら同じようにリズム叩くんですよね。そしてその後に桜の方の人にさらに長くて骨のある作業をしてほしいと言って、参加者の方にあなたも良ければ手伝ってあげてほしいと言うんですよ。そうすると結果に違いが見られました。同じリズムを聴いて、同じようにこう叩いてたグループは35人中17人が OK 手伝うよって言ったのに対して、違うリズムの方は34人中6人が OK と言ったそうです。つまり3倍近く差が出てますよね。私も基本プライベートでも好意的な人だと勝手に相手のペースに合わせていってしまうことが多いです。特にできる営業マンたちが集まっている会話って面白いんですよね。話のペースがトン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 進んで、笑うタイミングも同じ、まるで打ち合わせしてきたコントのようにスムーズに進むことが多いんです。みんなが相手のペースに合わせていく結果、トントン進んでいくって感じです。コミュニケーション上手な人たちとの会話は、そうでない人たちとの会話では味わえない何かがあるなと、その空気感の違いを感じていたんですが、ああ、これかというふうに思いました。会話した後もなんか
会話盛り上がってたなとか、あの人とは波長が合うなっていう風に感じる理由がこれなんですよね。まあ、例えばミラーリングっていう相手がすることを真似したりとか動作を似せていくやり方もあります。しかしこれずれてたら逆効果になっちゃうので気をつけてください。例えばダンスをやっていて一人だけずれてたら逆効果ですよね。ただ学校などのグループ見てもらうと、オタクはオタク、ギャルはギャルじゃないですけど、雰囲気が似た人同士集まりやすいっていうのは皆さんも感じてきたことじゃないかなと思います。まあ、私も気づいたら雰囲気が似ている人と一緒にいることって結構多くて、もう姉妹とか親子っていう風に間違えられることもあるぐらいです。まあ、逆に、一方がバーッと喋られたりとか、こっちが話しているテンポが妨げられているようなことがあると、なんか話しづらいなとか、この人合わないなって感じることもあると思います。まあ、そんな風にぜひ相手のペースに合わせることを意識してみてください。そしていよいよ第2位です。2位は同調プラス質問です。まあ、よく相手に同調することはいいというのは聞いたことあるかもしれません。まあ、オウム返しとか有名ですよね。相手が言ったことをオウムのように繰り返して同調する。例えば私は名古屋出身ですって言われたら、名古屋出身なんですねみたいな感じです。ただこればっかりだとちょっと苛立ちませんか？本が好きです、本が好きなんですね、でも犬も好きです、犬も好きなんですねみたいになってきてしまいますよね。なんかこの人会話したくないのかなみたいな、語彙力ないのかなって思っちゃいます。なので同調プラス質問がおすすめです。例えば名古屋出身なんですね、名古屋って何が美味しいですかみたいに質問をつけます。そうすると自分に興味を持ってくれてるんだって相手に伝わりますよね。そして相手が話す機会がより増えていきます。人って自分の話ができたり、自分がよく喋ることができると相手のことをなぜか好きになりやすいんです。一説にはお金をもらうのと匹敵するぐらいいい感情が出るそうなんですよね。まあ、キャバクラとかで話を聞いてもらうとつい好きになったり、通ったり、大金をね消費してしまう男性がいるっていうのも納得できます。同調と質問で返すことを意識して、自分がつい話しすぎないように気をつけていきましょう。そしていよいよ1位は教えてもらうということです。ちょっと意外でしたかね。営業などで教えてもらうってどういうことみたいな、クライアントにちょっと使いづらいよっていう方いくらでもできます。私も営業先で家庭教師の営業をした後にですね、お母さん肌めっちゃ綺麗ですけど化粧品何使ってるんですかとか聞いてました。ちょっと教えてほしいんですがって言われて嫌な気分になる人はあんまりいないですよね。人は自分が何かしてあげている人に好きになりやすいというふうにも言われています。逆じゃないのって思いますよね。何かしてあげると相手が好きになるんじゃないかなって思って、私もそういうふうにやってたことあるんですけど、自分がしてあげるとしてあげた人のことを応援したくなるそうなんですよ。まあ、アイドルを応援していてどんどん好きになっていく心理なんかですかね。まあ、なので教えてもらうのはずうずうしいかなとかって思わずに甘えていいと思います。ただ自分で調べれそうなことをわざわざ聞いたりとか、相手が忙しいのに手間をかけてしまうような時は NG です。できれば相手が得意なものとか好きなことを聞いてみるのがいいと思います。人はやっぱり誰かの役に立つのが嬉しい生き物なので、ちゃんと教えてもらった後は役に立ったよというふうにお礼を言うのも忘れずにしましょう。ということでいかがでしたでしょうか。すでにやっていたことや、そういえば自分もこういうことをしたりとかされたりして好きになったことあったなとか、心当たりあるものはありましたでしょうか。今日のおすすめ本、まあ、参考本なんですけれども、一つが、まあ、結構これ最近出ていた本なんですが面白かったです。読みやすくて、それがこちら人間関係ベスト100という本になっています。まあ、いろんな100の人間関係ですぐ使えそうなものとかが載っていました。でもう一つが、まあ、何回かねおすすめ本で出してますが、こちらの脳科学マーケティング100の心理技術という本です。まあ、これもねマーケティング以外にも今日お伝えしたような研究とか面白いこと載っていましたので、人の心を動かしたいなとか、そういう人にはねおすすめの本になっていきます。そして最後がこちらです。まあ、これも結構有名な本で昔からある本なんですが、ラポール最強の心理術ということで、まあ、謙虚なネズミが独占的なライオンを動かす方法というふうに副題があるんですけれども、まあ、ラポールの技術とか、まあ、そうですね、まあ、ネズミすらこうライオンを動かすにはどういうふうにこう相手の心理を動かせばいいのかなとか、そういったことが学べるものになっています。ただちょっとねかなり分厚い本にはなってますので、まあ、あの上級者というか本を読むのに慣れてる人じゃないときついかなと思います。ということで、以上が本概要欄にリンクまた貼っておきます。ということで今日の動画はいかがでしたでしょうか。私のチャンネルではこのように今から使える知識やおすすめ本などを紹介していってます。大人のための勉強チャンネルなので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。また概要欄から私が作ったユーデミの講座、無料レクチャーとかも見れますので、ぜひ覗いていてください。では皆さんが今日のテクニックを使って上手に人間関係を築いていきますように。 See you!